ブーマーズインフィニティさんです。出たお願いします。ナビ TV って言うんですけど、はい、知ってました？あ、知らなかったんですけど、興味だけはすごいあったんです、あ、本当ですか？ナビ TV に対して。なんすかそのフォロー。あなた専用放送局 BTV が見られるのはドコモ動画ドコモ、 ドコモイナモのなびっきりトーク。2007年の年末に、はい、全然解散してから連絡を取ってなかったんですよ。はいはいはい。久しぶりに飯でも食おう的な連絡が入りまして、やべ、いいエピソードっぽいな、ほうほうほう。いや、実はさ、またやりたいかもみたいな、ほう、ポソリポソリ入りまして、ほうほうほう、ちょっと待ってくれと。あ、バナナの方が、僕が驚きまして、マジみたいな、もう一回やりたいっていう気持ちが僕にも飛び火してきて、やれるもんだったらやってみたいなみたいな、徐々に僕は そっちの気持ちになってたって感じなんですけど、変わらないねっていうことがの方が多いような気がする。あ、じゃあもう全然そのブランク的でもなんかあんまねえなみたいな。ずっとギター弾いてますしね、やっぱり。まあ解散してた3年が嘘のようにその曲を演奏してみると、うん、体が勝手にやっぱり覚えてるというか、うん、1曲だけで出演させていただいて、はい、いや、やっぱり一緒にステージ立てるっていうのは嬉しかったですね。あ、テロップで、うん、映像でそのジョーズ再始動なんて出て、そのリアクションウォーってリアクションキャーみたいなのがあった時は、ちょっと正直ね、涙腺緩みましたね。じわっと、おっといかん、男は泣いちゃいかんみたいな、手やんでベランメーみたいな感じで、基本江戸っ子でしたっけ。いや、違うんですよ。そうですね。やはり去年のサプライズは無理って1曲だけね、隙間を空けていただいて、うん、1曲だけ演奏したので、やっぱりそれ以上、うん、1曲以上やりたいっていうのがまず、ね、なんで僕の目標としては、まあ、1曲以上やるって、はい、なんか構想とかあるんですか、ちょっとこういうのやってみたいとか。何しようかね、たくさん曲が見たい、どれやろうかなみたいな。でもなんかね、時間決まってるって話なんで、喋っちゃうと曲が演奏できないからね、今からちょっとどっちにしようかなって考えてたから、下手したら30分しゃべっちゃいますもんね。喋ろっかなギター弾こうから、喋ろっかなギター弾こうから、さだまさしみたいですね。これはもう4年ぶりですね、はい、完全復活ニューシングル、はい、インフィニティ1位、ナウオンセール、またもや拍手。シングルなんですけど、この表題曲 with カップリングではなくて、一、うんうん、つのなんか作品集的なものとしてのコンセプトが最初にありましたね。ミュージックビデオもそういうかなり凝ってると、そうですね、いうわけで、まあ、生まれゆく者たちへという曲は生命とか、うん、命について歌った一曲なんですけど、うん、ミュージックビデオは、うん、もうそれをもうプラスよりパワーが増した映像になったと。でも最近なんか音って音単体でとかっていうなかなか出ないですよね。プラス映像だったりとかすることが多いじゃないですか。そういう意味でやっぱりこの映像の方も今回はもう凝って、これぞ復活と。すると思うでしょ。今ちゃんってそんな時代あんの？ある。アバちゃんの露出を切った。あなた専用放送局 BTV が見られるのはドコモ動画。ドコモ。ドコモ。A ネーションチケットインフォメーション。A
ネーション2009パワードバイミラーインゼリーのチケット一般発売がご覧の日程でスタートします。出演アーティストやお問い合わせ先など詳しい情報は A ネーションオフィシャルサイトをご覧ください。お絵かき波バトルわびさびナビ、どいどいどーい、どいどいどい、大喜利みたいなもんです、はい、それを私が判断していくという一つ目のお題です。 A ネーションといえばエコ、エコ、あなたの考えるエコグッズは、じゃん、おえ、ソーラーパワーです。これで自給自足ですね。じゃあパンさん、じゃあ見てみましょうか、はい、お、あ、すごいいいですね。自転車、やっぱり歩くか自転車、常に霊体を何匹かこう入れておくっていうのがいいかもしれませんね。まあこんなもんです。はい、はい、まあ、想像でですね、バン・トミコさんの子供の頃の夢は、じゃじゃん、じゃん、ショートケーキですか、これは。ケーキ屋さん、あー、あ、ケーキ屋さんとかやったら似合いそうだね。ケーキドバン。名前まで考えてる。初め人間ギャートーズに出てくるこういう肉が食べたかったと思うんですよね。あー、でも誰も、ね、一度は。じゃあバンさん、子供の頃の夢を。動物に関わる仕事、その前にケーキも買いたので、正解だと思います。ある種正解じゃない、これでも、まあ、もう正解ですよね。シンクロですね。りょうさんが作る未来のライブとは、舞台の上に客乗っけて客席で歌うと思うんですよ、きっと。おー、かわいいですね。かわいい、見せてもらってもいいですか。子供用のパジャマの柄みたいな、なんかね。こちらに、これはこれりょうさんですよね。これ誰だろう。意識してない。いや、あの、誰だろうって、はい、俺じゃなかったら誰だろう。これまだ奇遇なんですけどね。すごいな、すごい、女性の輪っかでライブなんですけど、星違いということで、星違いですね。正解です、なるほど、じゃあもうこれバンさん正解だね。正解です。すごいな、すごいな。イナモが大好きなドゥンワズの曲は、ヒントなの、ヒント、犬やしゃ、じゃん、おお、深い森、おおおおお、まあ要はですね、犬やしゃと主題歌をやらさせてもらったのは2曲あるんですけど、そのうちの1曲なんです。こっちでいきます。そうだ、こっちでいく、はい、私もそう。おお、絵まで。なるほど、少しさりげないですが、きっとね、あの素晴らしい愛をもう一度ですね、きっとね、あーずーっと学校で合唱で歌って、あー、ドゥアズの曲いいわって言ってると思うんですよね。あ、まあ、これは失敗です。これは難しい。正解は、はい、深い森です。あ、お絵かきバトル、よし、これ勝った、わびさびナビ、勝者はドゥワズインフィニティさんです。はい、驚愕の豪華商品を用意してるので、やった、こちら、はい、受け取ってください。商品になると、はい、ちょっともらってください。ありがとうございます。見ていただいて、これはね、はい、なんか入ってますよ。なんか入ってますね、はい、バックステージでお会いしましょう券。あ、おめでとうございます、はい、なんと熊本公演のバックステージでお会いしましょうけん、またナビ TV で、はい、あの隙を見つけて、あ、はい、インタビューに伺うということを、あの商品としてなんですが、はい、話しに行っても大丈夫ですか。はい、お願いします。よろしくお願いします。今回のゲストは、はい、ドゥワズインフィニティさんのお二人でした。ありがとうございました。よーっ。